皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日は自分が好きなお客様と仕事ができるとどんなメリットがあるのかということについてお話をしたいと思います。実はですね、この話をする背景がですね、私の、クライアントさんとかでですね、とても、制約率の高い方がいらっしゃって、でその方がどうして制約率が高いかっていうとですね、ある程度そのお客様の要望を汲み取りながら、もともとこういう商品パッケージを売ろうとしてたの、ここを切り売り、ここを切り売り、ここを切り売りっていう形で要望にカスタマイズをかなり加えることによって、制約をしていくっていう手法を取ってらっしゃる方がいらっしゃったんですね。それでそのこと自体は全然悪いと思いませんし、要望に応えて柔軟に対応していくっていうのは非常にいいことだと思うんですよ。それでただ問題はですね、それをすることによって確かに制約率は高いです。ほぼ 100% に近い状態、そして売上もゼロよりは上がるということで、基本的には万々歳なんですよ。だけれども例えばそれをすることによってですね、自分が本来目指したい、好きなお客さん、こういう方に来てほしいっていう、像を若干ねじ曲げた状態、ずれた人も全部受け入れるっていう状態で、決めていく場合にですね、ご本人がストレスをかからなければそれで構わないんですけれども、ストレスを抱えながら運営をしていく場合のデメリットっていうのが当然あるんですね。ですから今日のお話は、自分が好きなお客様と仕事ができるとどんなメリットがあるのか、反面のデメリットも含めてなんですけれども、そちらをお話をすることによって、どういう形で運営をしていったらいいのか、どういう形で勇気を持って決断をしなくてはいけないのか、そんなお話を今日はしていきたいと思います。まずですね、自分が好きなお客様とお仕事ができると、どんなメリットがあるのかっていう話なんですけれども、私がですね、好きな人っていうか、要は自分と属性が合う人、自分のサービスを心から受け取ってもらって、ああありがとう、よかったと感謝されるような人、この人を私の好きな人というふうに、定義をつけているので、単純に感情の好き嫌いとかじゃないです。もちろん感情が嫌いだったらまずサービスは提供しないんですけれども、お客様としてこの人のために、この人の人生を輝かせるために、私はお手伝いをしたいとかね、私の場合にはコンサルタントですから、現状はこの人をお手伝いして、例えば、集客ができるようにしてあげたい、売上が上がるようにしてあげたい、この人の望むことを叶えてあげたいというものが、やってあげたいお客様ということになるわけですよね。当然私がその思いをかけるということは、相手もそれに応えるだけの努力をしていただける予定の方、本当に私は人生を変えたいんです、頑張りたいんですっていう人としか私は握手ができません。なので、それを確認するのが面談っていう形にさせていただいてるんですけどね。でここが営業職の目線から言うとですね、会社っていうのは売上が上がればある程度いいわけですよね。だからそこには感情の入る領域がないので、契約したかしないかっていうことであれば、当然した人が評価されますし、数字として上げてった人が評価されるんですね。ということは自分の感情云々は置いておいて、契約をするということが第一優先になりますので、そうするとデメリットの方としてはですね、まずやりたくない、要は本当はこのお客様と付き合いたくないけれども、売上のために契約をするっていうシーンが多々あると思います。で私自身も例えば感情論で言うのではなく、クレームが多そうな方だなとか、そういう会社の性質とかっていうのは分かるわけですよね。そことは組みたくないんです、本当は、個人的には。
私が社長で決裁権限があって、それを組まない、その売り上げはどうにかするっていうことをできるのであれば多分やらないです。ただ会社としてはそこを、まあ、ブランディング的にとか、取引高も含めてですけどね、どうしてもやりに行かなくてはいけないという大きな組織だった場合にはですね、自分の感情はさておき会社のために仕事を取りに行かなくてはいけないというシーンがあります。その時にはものすごいストレスがかかります。やはりそこの前面に立って実務をやるのは自分なので、本来はこことはなっていう思ってるところとかも結局会社の意向に沿って仕事を取りに行くっていうことをしなくてはいけないので、そういう時にやはり辛いですよね。ストレスがかかります。ですから私が独立した時にですね、経営のことですね、ずっとついてるコンサルタントの方もちろんいらっしゃるんですけど、その方じゃない方とですね、短期間動画を教えてくださってる方がいらっしゃった、動画マーケティングを教えてくださってる方がいらっしゃったんですが、その方と1年間だけお付き合いした時に非常にこう自由人というか、とても頭も良くて切れる方で、今違う仕事をねやってる北海道の方いらっしゃるんですけれども、その方とお話をした時にですね、ストレスがかかる仕事はしないって決めている。なぜならば自分が独立したのは好きなことを好きなように好きな人と仕事をやるために独立をしているから、嫌な人とは仕事をしないと自分は決めている、それが独立したものの特権であり喜びだよねっていうことを言われたことがあったんですね。実は私その言葉が今でも私の指針になっていて、その時に、まあ衝撃を受けたっていうか、要は数字を追いかけなくちゃいけない部分もあるわけですね、個人事業主の場合には。まあ、今は私も株式ですけれども、その時にですね、ちょっとこの人どうかなっていう人を営業的な能力で決めに行くことはできるんです。いわゆるマーケティング用語で言うとクロージングっていう領域になるんですけれども、その人が入りたいように誘導していく、嘘をつくとかではなくてですね、その人が望んでいること、自分と相性が合わないって分かっていてもですよ、望んでる方向性を見つけることができて喜ぶ提案をすることができるのであれば決めていくことはできるんですね。まあ、そうすると結局お金は入ってきます。そうするとお金が入ってくるから、お金が入ったっていう事実あるんで、売上が立ったっていう事実はあるんですね。だけれども本当は嫌な人っていうのは結局教える時にもストレスがかかってしまうんですよ。この人嫌だなと思いながら教えてあげるっていうことになりますからね。だから結果としてどういうことになるかっていうと、そのストレスがかかったその人を接客するないしはやっててあげるっていう時に、その気持ちっていうのはすぐに切り替えができるのであればいいんですけれども、そうでない限りは結局その気持ちでスパンと切れなかった場合、引きずったまま他の方を接客することになるので、まあ 100% いい状態の接客はできなくなりますよね。だから最初からですね、その要素を除いておくっていうことが必要になります。だから北海道のコンサルタントの方のようにですね、好きな人とだけ仕事をすると決めている。だから高額とか低額とか、まあもちろん基準値あると思いますよ、最低額っていうところの。そこはなく、やりたい人とやるっていうふうに決めると、当然高額でもやりたくない仕事は断るし、低額でも心が動いてやりたいなと思う仕事はやる、この方とは付き合いたい、このお客様のために動いてあげたいっていう人のはやるけど、そうでもない人は断るっていう、この基準が非常に明確になるようになるんですね。それができるようになると、結局自分がやっている相手の人はこうやってあげたい人ばっかりですよね。その人の成長を望む人だけで、相手の方も私のことを信頼してくださって頑張っていくっていう人しか最終的には残らなくなってくるので、その状態での信頼関係を作って仕事をしていくっていうのはノーストレスになります、基本的には。だからストレスっていうのは案外事業を伸ばしていく上では面倒でですね、心の停滞感っていうのは全てに影響してきてしまうんですね。時間の使い方とか、
当然行動能力とか実践力とか継続力とか全てにブレーキをかけていくのがストレスになっていきます。だから嫌だなと思う人の仕事はやっぱり後回しになったり、嫌だな、でもやんなくちゃいけないなっていう気持ちのストレスの負荷がかかったり、パフォーマンスが落ちるのは間違いないんですね。で、これが一人であればまだしもなんですけれども、2人とか3人とかたくさんになってきた時に、結局何のために仕事をしてるんだろうとかね、例えば60%の好きな人と40%のいまいちな人と付き合うっていう、この仕事の体制になった時には非常に疲れます。おそらくやったことないですけどね、私は。その方の話を聞いて、一時期それこそ売り上げのためにある程度受け入れようと思って、やってた時があったんですよ。で、そうするとやはりその方を接客するのが私嫌だったんですね。ってなると、そのストレスを抱えながらっていうのは、やはりその伸ばしていこうっていう明るい方に思考が向きにくくなってしまうんですよね。だから良くないんだなっていうのは、1年ぐらい経ってから、開業して1年ぐらいやってみてから気づいたことだったんです。だからそれ以降はですね、その話を聞いたせいもあって、目先のお金には振り回されない、本当に提供したいサービス、私のサービスを喜んで受けてくれる人だけをしか契約しないって決めたんです。だからそれからですね、流れが変わったのは、要は目先のお金っていうか、今月辛くてもこの人と契約をすると、その後例えば6ヶ月とか1年とか辛い思いをする可能性が高いっていう人を契約しないというふうに自分が決めるということは、その時のお金が入ってこないということを覚悟するっていうことですね。全くのゼロだと、さすがにそれはしに行かなきゃいけないのかもしれないですけれども、案外ですね、不思議なことに、その基準を決めてからですね、例えばその目先で今決めたかったけど決まんなかった人っていう人がいたとするじゃないですか。それの同等額かそれ以上の人が入ってくる、ないしは違う大きな仕事がポンと入ってくるとか、開けた領域において違う仕事がね、入ってくるようになるんですよ。だから自分が選ぶと決めると、そこを無理にお金を取りに行くんじゃなくて、心が動く方を、仕事を取りに行くっていうふうに決めると、流れとして入ってくるケースが多かったんですね。まあだからそれは高橋さんが運が良かったからでしょうって言われてしまえばそれまでなんですけれども、受けないっていう覚悟を決めると、当然その、何て言うのかな、今いる人ないしはそれに理想の人を集めようっていう方にアンテナが立ちますよね。そこにフォーカスするように、当然全ての集客活動ないしは告知広報活動がそのラインに整っていくので、おそらくその、こう何て言うんですかね、こうふんわりした力でいくんじゃなくて、ギューって凝縮した、まあ、空気鉄砲もそうですね、こういう筒の中に入れてポンってやるから。すごい勢いよく飛ぶけど、あれ筒じゃなくて、こうもんやりした感じので、ボソッとやっても多分あんまり飛ばないと思うんですよ。凝縮した力と圧がかかるから、そこに向かってポンって動けるっていう、多分それに近い現象とかがありましたね。法人で1000万近くの仕事を断ったことがあるんですけれども、その時はさすがに残念で勇気がいったんですけど、その後の多分1年以上、続くであろうストレスを考えると、そちらの方は断った方がいいっていうふうに判断しました。当時はそのお金があればもちろん、一気に入らないにしても、毎月何十万という金額が見込めたのは、当時の私にとっては大きかったはずなんですけれども、ワクワクしなかったんですよね。あと社内の内部組織がどうなんだろうっていう、共感できない内容だったので、これはお受けできないなというふうに考えまして、まあ断る。でいただくような方向に話を持っていくっていう形をしました。なので、そこもさらに大きな転換点ですね。それだけ大きな仕事を断れるっていうことは、もうますます好きなことしかやらない、好きな人のためにしか私の能力は使わないっていうふうに決めたので、そうするとその本当に好きな人が逆に寄ってくるんですよ、私のところに。
だから集客っていう概念はもちろんあるんですけども、まあ、集まってくるっていう概念にちょっと近いかなというふうに思います。だから何でしょうね、もちろん目標数字とかどう動いていこうっていうのは決めるし、月の中で処理していこうっていうのはもちろん決めてはいるんですけれども、その焦るがために足りない、じゃあ例えば今20万足りない、この人と契約すると20万入ってくるっていうのが見えていたとしても、多分私、今の私はそこはしないです。翌月40万頑張ろうとかね、そういう感覚で動くイメージに変えました。そうするとでも本当にそういうふうになっていくんですよ。だから冒頭でお話ししたですね、お客様に対応することによって柔軟に対応したっていうことでストレスなく運営ができるのであれば問題ないんですけれども、これで売りたかったものをバラ売りすることによって属性バラバラになる、自分のストレスもかかる、運営も、複雑になるとか、そういうことを選択するのであれば、それをしない、契約をしないという覚悟と勇気が必要になります。そんなこと言ったらお金にならないじゃないですかっていう、あるんですよ。あるんですけどね、これね、やんないと多分理解してもらえないと思うんですけど、その北海道の方もそうだし私もそうなんですけど、断る勇気が出てくると研ぎ澄まされた欲しい仕事しか入ってこなくようになるんですよ、不思議なことに。そしてそれを断った後にね、大概そういう仕事が入ってきます。だから何なんでしょう、じゃあ入ってこないじゃないかってね、これを動画見てやったのに入ってこないじゃないかって言われても、それはちょっと責任は取れないんですが、イメージとしてはその勇気と覚悟があると、おそらく本当にフォーカスするべき大事な仕事に自分が集約集中できるようになるからなんだろうなってちょっと思ったりとかしました。だから将来的な禍根というか、自分の中でマイナス要因を省くと、もうプラスで楽しいことしか仕事の中に残っていないので、まあ、当然どんな仕事をやっても楽しい状態になっていくし、まあ、対人関係における仕事の部分ですけどね。あとはそのお客様も当然満足して喜んでいただければ、長くお付き合いできる可能性があると、結局総売上高、要は LTV って言うんですけれども、ライフタイムバリューですね、バリュー、これがですね伸びていくとなると、新しい人を新規でずっと短い短期間の間の人を何人も何人もたくさん増やすよりは、長く付き合える、ゆっくり付き合える方がいて、その方にも満足していただいて自分も楽しいっていう、まあ、そういう環境を作れるのがおそらく一番理想なんじゃないのかなと思います。で、そういう環境が作れている人からは紹介とかも入りやすかったりとかしますので、結果としては好循環になっていく可能性が高いんですね。で、不思議なことにですね、いまいちだなって自分が思っているようなタイプの人と、まあ、お金のためとはいえ契約をしてしまうとですね、そのうっすらとした気分っていうのは相手にもちゃんと伝わるので、結局ね、うまくいかないんですよ。すごい満足感を持たせる状態で終わらせるっていうのは結構難しいとなると、まあ、それで終わればもちろんいいんですけれども、その間の自分のマイナスな気分と、あとそれによって影響されてできなくなっちゃってた仕事とか、全てのマイナス要因とかも、時間のね使い方もそうですし、あとはその方が不満足で終わった場合に、不満足だったっていうことを違う方に逆口コミをする可能性もあるんですよ。そうすると今度悪い評判が逆に広がっていくことになるので、それを最初から立っておくっていうことが決断できるかどうかです。しかも売り上げがない時にここでちょっと難しいんですよ。だから売上がない時に決断をするっていうことは、そうじゃない楽しいお客様と共にできるようにどれだけ努力をその後できるかっていうことと、あとはもう心を割り切るかです。他の仕事をやるよりはマシっていう言い方悪いですけれどもね、お金のためにっていう考え方もあるんですけれども、ここは一つですね、勇気を持って決断をすることができると、要は売上がない時に断れるかということです。これができていくとだいぶ事業整理がね、きれいにできていきます。むやみにこうバラバラの人を受けていく必要がない、属性がいまいち本当は自分のメインの属性じゃないんだけれども、その人を受け入れるっていうことがなくなるので、結果としては仕事がね、好循環で回っていくようになるんです。だから
制約率とか契約が取れるっていうことに縛られるタイプの人、そこを目指すタイプの人は営業職だった方が多いです。私ももちろん制約率は高い方でしたけれども、その会社からどうしてもって言われたものは仕方なく制約しましたけれども、そうでない限りはそこと契約しない代わりに他とちゃんと契約をするっていう段取りを立てて毎月の目標をクリアしていたので、うっすらその時も実は好きな会社さんとしか契約をしないって決めていたんですね。だから数字が足りないとそんな贅沢も言ってられないので、そうであるようにどうやって日々の営業活動を回していくかっていうのを考えていたタイプの方です。でもう一つですね、そのお互いが不幸になるんですよ。クロージングテクニックってね、いろいろあるんです。言葉で誘導するやり方とか、囲い込むようにしてイエスしか答えが出ないように言うやり方とか、心理操作で、契約をさせていくっていうこともできなくないんです。あるんです、いろんな方法が、心理操作でね。で知ってます、私もね。それだけれども、それを結局使って契約をするっていうのはまやかしになっていくので、心底こう握手をしてるわけではないんですよね。だから冷静になった時に、やっぱり契約しなきゃよかったみたいな話になったりとか、クレームを言いがちな、相性が合わない人はね、やっぱりクレーム言ってくるんですよ。でその人を受け入れちゃったことになるので、むしろ契約失敗みたいな感じになるので、お互いにとって最初の段階で契約をしないことが本当は良かったりするケースもあるので、お金を売上高を立てること、あと制約率を上げることの方に意識が行き過ぎちゃうと、自分がそうでもないお客さんと無理やり契約してしまうことになるので、これもともと営業職だった方は要注意の観点になります。お金がないよりあった方がいいんだろうっていうのも言われるのは分かるんですけど、ここが乗り越えられると一段上のステージ、要は楽しい好きな人としか仕事をしないっていう領域で本当にお金がちゃんと回るようになってくるので、鶏が先か卵が先かの話になるんですけれども、私が1年目でその話を聞いて、その後そちら方向に振って実践をした結果、収益売上も上がっていくし、周りには好きな人しかいない状態を作ることができているので、おそらくその決意をするとそういう形に世界が回っていくんじゃないのかな。ちょっと スピリチュアルみたいな話に聞こえるかもしれないですけれども、実際に実感している事実です。で切り売りとかをしてって要望を答えすぎると軸と核がなくなっていくので、例えばサービスの特徴とか講座の特徴が薄れていってしまうんですね。そうすると結果またモヤモヤした人たちがいっぱい集まってきて、制約率はいいんだけれどもストレスを抱えながら仕事をしていくっていう方が私はむしろマイナスだと思っていて、気持ちが向かない仕事をやるっていうのは100万円をドブに捨てるのとほぼ変わらないぐらいのイメージがあるんです。だからそれに見合うだけの穴埋めはしなくてはいけないんですけれども、無理やりっていうのはどうかなっていうふうに思った案件があったので、今日はそんなお話をしてみました。ですのですぐにその気持ちを切り替え、かつローンを抱えていたりとか、どうしてもお金を毎月払っていかないいけない部分があるときには当然そこを優先するっていうのも理解できてます。ですので一案として聞いていただく、ただそれができるようになると非常に好循環で回っていくので楽しく仕事ができますよっていう一つの選択肢として皆さんにお伝えできればなというふうに思いましてお伝えしました。ご検討よろしかったらしてみてください。それでは。